10月19日火曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄一華です。あなたと一緒にニュースを考える飯田浩二の OK 工事アップ。7時もコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます、えー。今朝は朝日新聞編集員、峯村健二さんです。改めましておはようございます。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。 三重村さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では次第最初のニュースはこちらです。政府が主要産油国に増産を要請。政府は昨日原油価格の高騰を受けて関係閣僚会議を開き、主要産油国に原油の増産を働きかけることを確認しました。また、 ハギ田ダ経済産業大臣は会議終了後に11月上旬の OPEC 石油輸出国機構と非加盟の産油国による会合 OPEC プラスまでに原油の増産をしっかり働きかけると強調しました、えー、新型コロナ収束で主要国で経済が回復しているということを背景にまあ上がっていると、うん まあガソリンのね、値段もリッターあたり160円超えてきてるす。すごいですよね。ちょっとこの間も、あの、入れに、ガソリン入れに行ったら驚いてしまったんですが。ああ、そうですね。これまあでもかなり、あの、深刻な問題で、もともとこのオペック、うん、産油国側としてはまだコロナがあったからってことで減産していたものが、はい、あれ意外とこの消費が開発してるとここのギャップなんですけども、じゃあこの、さっきみたい日本政府が要請したから、じゃあ掘ります。 っていうもんじゃないんですね。これは相当時間がかかりますので、はい、このあの、タイムラグがあるままもあの、今年の冬ちょっと寒いって言われてる中で、相当またこの、 オイルが足りなくなるっていう危険性がありま本当、ね、さまざまなところからの引き合いと、あと、思惑も含めて、まあ、1バレルあたり80ドル超えてきてると、はい、これ、産油国としては、やっぱあこれでうちの財政だって潤うぞみたいなことも思うわけですか、ね、そうですね、一時期やはり、かなりこう石油、えー、脱石油のところで、油価、ね、が下がったりしてた時もあったので、うん、そこから見ると、この、 よしもう一回、稼ぎ、も稼いでやるぞっていうところあるでしょうねただ、かなり今、中国なんかでも停電がこう経済にも,もう直に影響出てきてますし、特に日本の場合はこれ、も輸入にほぼ頼ってるわけですから、日本経済、せっかくコロナでこ回復しようとしてるときにダメージを受ける。 っていうのが一番心配ですねうん、まあ、政権としてもね、それもあって、関係閣僚会議も開いてと、はい、これ、そのガソリンの値段だけを考えたらあの、トリガー条項っていうのがあって、これは国民民主党の玉木さんが指摘しているところでもありますけれども、すで、はいうんまあ、に法律の枠組みとしてはあるんだから、それを使って、えーまあ、あの付加している税金を一部停止にして、油、え、価、ー、ガソリンの 格下げるべきだという話がありますが、はい、この辺どうなんですか重要なポイントだと思いますねあの、特に物流とかにも影響してきますし、これ、アメリカ、もしアメリカだったら、はい、もう政権が吹っ飛びます、選挙前にこんだけ石油が上がる、あ<ー>ガソリンが上がるだけで、特にあのアメリカは車社会なので、はい、もう。 と選挙前なんか特にそのガソリンの価格をピリピリ見てるので、ええ、まあ日本はそういう意味では少し緩いというか甘いというか優しいなという感じがしますね。アメリカでもしこれ起こってたら、それこそ政府備蓄の放出もみたいな。うん、なるでしょうね。でもと、<ー>もう維持でも価格をあの上げないようにするっていうふうに動きますよね。うん,うん。またほぼアメリカの話で言うと、これだけ床が上がってくると、シェールガスやオイルって っていうのもままたになってきますかあ,のありえますね、シェールガスがかなりコストが高くて、一時期盛り上がったんですが、この油価が下がったことで、はいえー、かなりシュリンクしてたんですけれども、これでまたあの価格が。 80, あの80度となってくると、これはまたあのシェルガスをやろうっていうふうなインセンティブが働く可能性あると思ってますうんあの共和党政権自体はね、結構、がんがやれっていうような感じありましたけど、これ、環境への負荷考えってどうなんですかね、民主党政権だと。 そうですね。ここもまた難しいですよね。やはり今のバイ、特にあのバイデン政権で言うと、もう環境、はい、特に気候変動っていうのが一番のもう重要な政策の一つなので、えー、なかなかそのハンドリングが微妙な。えー こう裁きききをしなななゃいけなくなってきますね、うん、当然ながら、その党内の左派の人たちがこうわーっと騒ぎ出すわけです強いですからね、バイデン政権のこの左派の声というのは、えー、あと、まあ、ケリー、えー、気候担当の特使もそうですね、彼も外、ね、はい、相当発言力はあるっていうふうに聞いてるので、なかなかこれから中間選挙に向けて、難しい、はいえー、局面がなってくると。 思いますね。うん,うん。まあ、選挙等々もこう見ながら、このしばらくは神経質なやりとりというか、続くんですかね。そうなりますでしょうね。うなかなかこれ、先行きが予測しづらいところはありますね。う,ん,うん。ええー、まあ、先物上昇の傾向が継続ということであります。えー、まずは、政府が主要産油国に増産を要請というニュース取り上げました。 おはようニュースネットワーク。取り上げるニュースはこちらです。LINE 問題で調査委員会が最終報告書を公表。通話アプリの LINE がデータを海外で保管していたことなどを利用者に十分説明していなかった問題で、調査に当たった委員会が最終報告書を公表しました。 報告書は LINE の中国子会社への業務委託について、中国政府に情報が流出するリスクなど、経済安全保障への適切な配慮ができておらず、事後的に見直す体制も整っていなかったことを問題し、グループ全体でデータの安全な管理体制を強化するよう提言しました。 え今日のコメンテーター、朝日新聞編集員の南賀健治さん、LINE の個人情報管理問題のスクープとその関連報道で、え今,年今,え今月6日、優れた報道に送られる新聞え、日本新聞協会の2021年度新聞協会賞を受賞されております。おめでとうございます。ありがとうございます。 さああのー、まさにスクープがきっかけとなってこう動き出した、はいで、第三者委員会に調べさすんですっていう話をしていて、はい、その最終報告書が出ましたけれども、はい、どうご覧になってますかそう、あのー、私も昨日あのオンラインの記者会見だったんですが、えー、これには参加させていただきました、最初にもう質問、がんがん投げてたんですけれども、はい、今回は3月の時の時とは違って、ね、<laughs> ちゃんと私の質問にも答えていただいて、 な<ー>ので、まあ、一つ良かったかなとは思ってます、ええええ、あの時は手を挙げていたけれども、一切そそれなかった、ね、一番前で手を挙げていたにもかかわらずと。あの時は主体は LINE の方だったんですけど、今回は Z ホールディングスと親会社の方だったっていう違いはあるんですけれども、はい、ただまあ、ちょっとこの報告書を読んでもですね、うんはい、まあ大丈夫なのかなと、まあ、いわばもう LINE っていうのは、もう8600万、8800万人が利用する、もうほとんど公共、 インフラ、はい、というものが、この、まだ大丈夫なのかなっていうのが率直な感想ですよね。お任しちゃっていいのかなっていうところがありますよね。<ー>で一つ私昨日質問したのは、はい、えっと前回の中間報告で問題だったのが、これ私の,あの報道がきっかけになって明るみになったんですが、利用者の全、えー、画像、 動画が韓国に、うん、韓国にあるサーバーに保管されていたと。はい。いうのが一番の問題だったわけですね。うんうん、で、これについて、ま、あの、中間報告では、あの、一部の役員が、うん えー、いやあの、安心してくださいと、政府や自治体に対して、すべ、はい、てのデータは日本に閉じていると、閉じた日本の中で収まってますよっていう、ま,まさに虚偽って言葉を使ってました虚偽の説明をしていたと、はい、これは本当に一番の問題だと思うんですね、そこをしっかり例えば、本当は韓国にあるんですけどとか、第三国にあるんですけどって説明しておけばまだいいんですけれども、それはない、はい、いわんや嘘を 国に対してしてるってると,ところがまあこ、ここの、じゃ担当した役員は今、どうなってるのかって聞いたら、まだあのその職にいると、まあそこはあのうは答えて、はっきり答えませんでしたけれども、はい、どうも私の取材ではいるらしいということなんですね。ほうほうとなると、じゃ誰が責任を取ったのか。 っていうのもいまいち明らかになってませんし、今後、本当に責任を取るのか、処分をするのかっていうのも、ちょっと注目はしていますそれこそね、今のワクチンの予約システムとかもそうですし、はい、あるいはあの結構なね、あのまあ、キーマンとなるような政治家であったりとか、官僚の方であったりとか、も連絡手段として使っていたりなんかすると、ね、これ、それはやっぱりその、データ、日本に閉じてますよっていう説明を信じた部分はあるわけですよね。 完全にそれはあの、複数の国会議員の方からも、あのー、もうそれこそこの、えっ、ー、と、か、もう、うちのあの、3月18日の紙面の、はい、あの、タイトルが、ええ、全画像データ、韓国に保管っていう、このタイトルだったんですね。うん、私の朝から私の電話にもうガンガン鳴って、はい、あの、国会議員の方とか、あ 官僚の方から電話来て、えーえー、私のデータって入ってたかどうか調べられてます。調べることできないですかねっていう電話が殺到したんですね。<ー>ってことを考えると、やっぱり皆さん、はい、えまあ、言いたくないあの画像とかも含めて使ってる。<laughs> うんうん、それが第三国に流れていたってことには、まあ、恐怖に思っているんだろうということもありますし。 このプライベートの話だけならいいんですけども、はい、結構これ私の知り合いの、えー、外交官とかなんかも、えー、あの普通にこの業務で使ってるんですよね。えー、例えばあの、総理が外遊するときなんかもその LINE で全部やり取りしてたんです。はい、アメリカの大使館なんかも、アメリカにいた日本大使館なんかもそうだったんですけども、これがじゃあ、ライバル国とかにも、 に、例えば第三国、韓国なり中国なりに流れてた可能性っていうのもあるわけですよね。この今の状況で言うと。も、うんはい。もういきなり外交の交渉から言うとビハインド、不利な立場になる。うで,、ねうん、でもちょっとびっくりしたのは、やっぱり今回、き、昨日のこの最終報告書でも、この経済安保的にも、い。ろんなこのガバナンスがダメだって言ってるにもかかわらず、いまだにまだ、何が問題だったのっていう、この呑気なあのんきなコメントをする有識者とかがいて、うん、何が問題だろう全て私は問題だと思うんですけども。<laughs> えー このやはり本当に安全保障に直結する問題だったっていうのは私は思うんですよね。やはりその、例えばこの、昨日もまあ、この第三国にこの利用者の情報は、はいえー、流出したことは確認できませんでした。 っていうふうに座長の方は言ってるんですけども、これ、確認できたかどうかっていうのを昨日もは、きのあもはっきり言ってましたけれども、1年間だけなんですね。はい、<の>あ、ここ一年だけこ,この1年だけ、ログっていう、このアクセスした記録を残しての1年だけで、1>, <ー>1年前のことは確認のしようがないわけなんですよ。だから別に、流出しなくてよかったねじゃないんです。流出したことが確認できなかっただけなんですね。だから言って,る言ってたことも十分あり得るってことを考えると、はい、例えば、えー、何かこう、政治家のプライド 私のの問題とかか、えー、官僚の何か不祥事みたいな話っていうのが第三国に漏れていてその第三国が悪意を持ってそのデータを溜め込んでそれを例えば何か脅しに使うとか。 例えば週刊誌にリークするとかっていうこと十分あり得るわけですし、ないとは言い切れないわけなんですよね。という意味で本当にこれは、あの、私、ただのアプリの不具合ではなくて、はい、もう本当に安全保障の問題なんだとうんいうところを一番、昨日のまさにこの最初報告でも経済安全保障への適切な配慮ができてなかったっていう、うまさにこの部分ですね。今これ米中がまあ対立が深まって、はい バイデン政権が経済安保が第一、一番大事だって言ってる先で、うん、まさに日本のこの公共インフラ、うんうん、ほとんどの自治体政府が使っている。 アプリがこんなずさんな状況だったっていうことになってくると、これまた日米同盟とかにも影響しかねない話ですし。そうですね、えーうん。これで、そのね、あのデータに関して、まあ日本のサーバーに移すんだということを、確か3月の時点でもそんなこと言ってたと思うんですけど、はい、それって進んでるんですかこれはどうも私も、あの、適宜、あの別にこれで、あの、 報告書が出たから終わりだとは全く思ってませんし、あの取材は継続します。で、そこで言うと、今のところはあのしっかり計画通りは進めてはいます。<ー>ただ、この計画もですね。はい、最初言った話とまた違ったりとかですね。2>, 2点3点結構してるんですね。<ー>基本的にこの？ 来院者の対応っていうのは、聞かなきゃいい、はい、聞かれなかったらいいやっていうところなんですよ。なるほど,なるほどこれもよく言うあの聞くセリフなんですけど、だってあなたたちが聞かなかったよねっていうスタンスなんですね。だから僕らは言わなかったんだよ。これが僕、この問題で根本だと思ってるんです。はい、それじゃ違うんですよっていう。やっぱり 公共のプラットフォームなんですから、自分たちから開示するって意識が本当に欠けてるなと、今もあまり私は変わってないんじゃないかっていう思ったのが、あの内部でこの事件を受けて、のこの委員会がアンケート、社内に2300人にアンケートを取ったらしいんですね、どういう再発防止、どういう意識でしたか。回答率が 30%しかなかった。<おー S 1> <laughs> これ信じられないですよね。普通こういう何かこう問題が起きた時っていうのはほとんどもう100%に近い回答が来るのに、<はい S 1> さらにこれあまりにも回答が少ないから2回も、2回おい、追い質問をしてようやく30%の回答があったってことを考えると、本当に この会社は変わろうとしてるんだろうかっていうのを、この、あの、当時のこの検証部会の川口さんって座長もですね、はい、非常に残念だってやっぱりおっしゃってましたけどもん、本当に真摯な対応なのかなっていうのは、もう昨日のあの、 この会見を聞いてると疑問に思わざるを得なかったですよね。これそのまあ僕なんか IT とかそういうものが詳しくないので,でそういうこう詳しい人なんかに行くといや、井田さんそんなこと言ってもねこれサーバーを日本に置いておくとお金がかかるから、あのー、安いところに置いておくのは当然のことなんですよみたいなことを言う人もいるんですけど。 本当にやっぱりただほど高いものは僕はないと思ってましてここは例えばまあだから100歩譲ってあの中国に行きます韓国に行きますっていうのを同意をしっかり得れば。 そういう、する人が利用者が OK だっていう人は使えばいいと思うんですけども、やはりこの国のインフラとして使って、はい、ワクチンの接種情報とかっていうのをやるんだったら、日本に僕私は置くべきだというふうに思いますし、だって今回もこの報道を受けて、はい、結局日本に移したわけですよね。移すことができるわけってことは、結局はやればできたのにやらなかったっていうのは、これある意味、 一つ、その責務の責任感の欠如だと言わざるを得ないし、コスト意識ですよね。彼らがよく言ってたのがコストがかかるから。 っていうところの、なんだそ,その危機感、自分たちはこの公共インフラだって意識のなさですよね。あとは、ちょっと私今非常にびっくりしてるのが、はい、結構この報道を受けて、結構内部で、この犯人探しみたいなことをやってるって話が、うん、私の協力者からも入ってきてて、<ー>そこじゃないだろうっていうところですよね。それよりも,もっと改善する,る方にね、しっかりやってほしいなというのを思いますよね。はい、続いて、教えてニュースキーワードです。 極超音速ミサイル。イギリスのフィナンシャルタイムズは中国が8月に核を搭載することが可能で音速の5倍以上の速度で飛行する極超音速兵器の実験を行ったと報じました。これを受けて中国外務省は昨日の会見でミサイルではなく宇宙船の再利用技術を検証するための定例の試験だと否定をしております。 この極超音速ミサイル、結構衝撃的なニュースでしたがいや、本当に驚きましたね、この、これまでも極超音速ミサイルは中国を持っていて、はい、DF17 という、これは中距離のものなんですが、えー、これはもう、もっとロング、長い、はい、さらに宇宙をこれ、うんうん、地球の周りを周回したということになってくると、全くこれ、違うものになってきますね。うんうん、ロケットで飛ばしてて周回回軌道ぐぐるぐる回らしてからか 落ちてくるそうなんです。こうなってくると、はい、これまでのこの、ま、特にもう完全にこれアメリカにこう向けたものであるというふうに考えられて、 アメリカのこれまでのミサイル防衛っていうのは基本的には弾道ミサイルですよね。はい、こうこの弧を描く。うん、しかもまあ、その弧っていうのも中国、ロシアから飛んできた場合、大体北極海のあたりを通っていくので、うん、まあ予測つきやすかったわけですね。うん、ところがこれ、ぐるぐる回ったら、ええ、こっちの南の方から行く、行くのかもしれない。うん、どっから行くのか太平洋を越えるかもしれない。全然予測ができない。うん、さらに弾道と違って、この、 コースを変えるので、はい、事実上もう、あの、迎撃をすることっていうのはもうほぼできなくなる。うん っていうものですよね。非常に深刻な、あの、ことだと思っています。それに核弾頭が搭載可能ということになると、その、いわゆる核の抑止力の概念が、全くこれ、根底から覆る可能性があるありえますね。今のところ、まだ中国は、まあ、核の弾頭の数も少ない。はい、で、あの、一番長距離の ICBM も、アメリカと比べると少ないと言われてるんですが、今、急速に、あの、どうも、 この内陸の砂漠とかに、そのサイロっていう、格納庫を作ったりしてる動きがあるので,こで,でうういい、ね、えーはい、これも本気でアメリカとガチンコで行くんだっていう、軍事的にはそういう動きだと見てもいいと思いますねこの地球の周りの周回軌道にまず投入するということですけど、ってことは、ずっと回らせ続けることだって、可能ってことですか、まあ、理,理論的には可能ですね。<ー>なので まあそこは本当に予測が難しいですよね。で、さらにそれがこう普通の衛星みたいに回ってくれれば簡単に迎撃はできるんですね。予測できるんですけど、<ー>それがこうコースを変えるとなってくると、もう全くわからないですよね、そこは。 これ、まあ、中国側は否定もしてますし、また、中国側はね、もともと、その、核の先制攻撃はしないっていうことは、はい、一応は言ってますけど、そこも変わってきつつあるんじゃないかという指摘もあります、ね。もう、これは、あの、意思と能力の話で言うと、はい、まあ、意思の部分ですね、先制攻撃しませんよっていうのは、うんうん、これ別に変えようと思ったら2秒で変えられるわけなんで、んあまり私は、あの、その言葉に意味はないと思ってますし、今、中国軍の内部でも、そこはもう、 え見直そうかって話は議論されてるっていうのは、いろんなとこから入ってきてますので、それは本当に、あの、かなり、 こう緊張が高まってきててきいいると見ていいで、すよねそこで、ね、考えると、その核の傘、アメリカの核の傘のもとに日本だって、それがこうなくなることだって考えられるぞってとこですよね。そうですね。これも日本もそうですし、台湾有事を考えても、要はこれ中国の、あの、よく専門家が言うのは、うん、アメリカは中国のこの核が怖くて、 えー、例えば尖閣有事、台湾有事になんか絶対手出してこないぞっていうのが彼らの一番の,この自信なんですよね、えー、でそこはもう、ある意味、もっと、このなんですか、このもっと危機がアメリカ側の脅威が上がるとなってくると、うんあのー、ますますこの台湾有事とか、尖閣有事の時に、米軍がこう出てくるかってなってくると、すごく、えー、疑問というか、不安になってきますね、そこは。うん、これその状態で って考えるとじゃあどうやってこう守っていくんだっていうのう真剣に議論しなきゃいけないところだから今、議論になっているその敵基地攻撃能力も含めて、えー、用意しないと、これは本当に今までのこのミサイル防衛だけでは、はい、もうあの、ある意味、立ち行かないってことを意味してますので、そこはもう真剣に、もうこちらも抜本的なこう議論ってしなきゃいけないと思いますね <laughs> 続いて、ここだけニュース、スクープアップです。このの時間最後のニュースを 中国当局がソニーの中国法人に罰金1700万円を課す中国当局は商品の宣伝活動で国家の尊厳を損なったとしてソニーの中国法人に100万円日本円にしておよそ1770万円の罰金を課しました ソニーの中国法人は日中戦争の発端となった露光橋事件から84年にあたる今年7月7日に新製品を発表すると広告をインターネット上に掲載し、中国国内で批判が出ておりました。この事態を受けてソニーの中国法人は広告を削除し不適切だったと謝罪をしておりました。 広告出したのは6月30日だったんですが、今になってこんなことがあっていうん、<laughs> そうですね、まあ、これ、かなり私、うん、北京の特派やってた時もそうだったんですが、こういういわゆる日本企業に向けたこの歴史と絡めた炎上っていうのは、結構よく起きてまして。これまあいろ いろんな要因があると思うんです特に今、もう中国は政治の季節に入ってるんですね。つまり来年の秋に、中国共産党大会、第20回の共産党大会がある。で、そこで習近平国家主席が、異例の3期をやるかどうかっていう意味では、相当今、中国政府もピリピリしてるっていうのはまずありますね。で、その中でも、いかにこの、今、いろいろ高大集団の事件とかありますけども、あれもある種のポピュリズムというか、もう、 みんなに人気を得たい。はい、そのために人気を得たいっていう政策をやっているので、ええ。これはかなりこう、そういう意味で日本っていうのは、日本と歴史っていうのはある意味パワーワードなんで中国においては。ーターゲットになってしまうというとこはありますよね。あ<ー>うわかりやすい敵を作って、それを叩くんだってところで人気を。そうですね。あの本当に、そういう意味では、このどう敵に選ばれるかっていうのは本当によくわからないところがあって、 前もあの日本の自動車会社が、車をばーって行くところに、それをひざまずいてるみたいな絵が、これはなんか屈辱だみたいなので炎上したりとかっていうのもあったりとか、それがよくわからないですよね。だから、そういう意味では結構、アメリカの会社とかだと、そういう専門の,この対策する会社を雇ってたりとかしてるんですけども、日本企業の対策が甘いなと。 いう感じでします特にこの7月7日、もちろんそのた、ね、ちょっとタイムラグありますけれども、この微妙な時期に打つっていうのは、ちょっとこれ、危機管理としては、あまり良、えー、くなかったのかなという気はしますねあその日付の重みであったりとかっていうのは考えなきゃいけない、うんえー。考えなきゃいけないと思いますね。中国でお金を儲けたいんだったらってことですけどもね。ししかしまあこここうういうことが起こると なんかすごくリスクが高いそう思いますね。本当にもうどこから弾が飛んでくるかわからない状況で、これ実はこれ中国の話になってますけど、これ実はアメリカからのこのプレッシャーってもう一回。うんうんうん 日本企業はこれまさにさっきの経済安全保障 LINE の話もそうなんですけれども、これで言うと、今、結構こうオーストラリアのシンクタンクなんかに名指しされてる日本企業、特にウイグルの人権問題に加担してるとされてる企業って、かなりの日本の大手も名指しされてるんですね。で、この辺の対策なんかを見ていても、私のそこ該当してる会社の幹部と、ちょっと意見交換をしたことがあったんですが、まあ、 大丈夫ですよねっていうような感じの根拠のない自信があるんですよ。これは全然そんなことなくて、これからやはりウイグルの問題、はい、特に北京の来年の2月の北京冬季五輪オリンピックに向けては、あの、かなりアメリカサイド、欧米側からのそのウイグルの人権問題に対する批判というのは高まってくる。はい、でその中の、 一番のこの標的に日本企業っていうのがなりやすいってことを考えるとまさに米中、アメリカと中国、うん、両方からのこの目っていうのを気をつけないと、うん、本当にもう企業が一個ぶっ飛んでしまう。 っていうようよな今状況になってるんですね、うん、それこそね、すでに報道もされてますけど、今年の夏あたりですか、ユニクロのシャツがアメリカの荷上げを止められたってのありまよ、ね、そうですね、もうあれもまさにこの面が、ね、<の>新教面が使新興面使われてるっていうところですね、まあこの間、の会長が、ある意味、謝罪というか、してましたけれども、えー、あれも対応も遅いですよね。もっっとその辺りをしっかりこうもう昔 やっぱり日本企業ってそういうところは結構緩いという私意識があって、アメリカ企業とかだと自分たちからもインテリジェンス取りに行くんですね。そういう今どうなってるのか、<ー>アメリカの法規制、中国の法規制どうなってるんだって調べに行って対策を練るっていうのが主流なのに、日本企業、大手な企業さんでも割と、はい、まあ、 おかみが何とかしてくれるからみたいな企業が結構あるのが、ちょっとそれはもう時代についていけませんよっていうところですね。まあコンプライアンスっていう、まあその法律を守りましょうだったらいいんですけども、はい、経済安保は守るだけじゃダメなんですね。うどうなってる、今世界がどう動いてるのかっていうのを自分から取りに行かないと、ある意味このもうんですか、安全保障の話なので、自分から取りに行って自分からもう保険をかけて守っていくっていう対策を考えてないと、ええ、国に任せてたら、 もうとても追いつかない。うん、まあ特に今度の今の政権は、経済安保大臣、経済安全保障大臣を作って、はい、まあそこは期待する、私も個人的ですごく期待している動きなんですけれども、うん、まだある意味はできたばっかりなので。そうですよね。はい、これから法律作る,る、ね、これからですね。で、うん、あの経済安保推進法案っていうのはこれからまず議論されるので、はい、それまでの間って、ね、やはり企業がもう自主的にこう、動いて身を守らないと、うん、いと今回のこのソニーのような事件、 巻き、ええ、込まれかねないで、市場からひょっとしたらもう、もう出されてしまう、リスクがあると、はい、いうことは考えなきゃいけないと思いますねこれ、確かに法律にのっとってやってますっていうだけだと、防ぎきれない事案ですよね、そうこれはまさにコンプライアンスとは全く違うものなんですよね、まあこれがちょっと経済安保とはちょっと違うんですけども、はい、やはりコンプラ的なこのただの守りっていうか、これだけやってればいいよねっていう時代はもう終わったというふうに私は思いますね。うーん えあなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。LINE の話、メール、ツイッター、質問が続々届いております。え、ラジオネーム、何でもびっくりさんは、山和市の方ですね。どうして LINE の対抗馬代替システムが出てこないんでしょうか真似できないほどすごいシステムなのか日本人のやる気のなさ、マスコミがチャレンジするよう、おマスコミから、煽れませんかねと、お、いただきましたが、これやっぱ思いますよね。国産のものがあったらそっち使うのにって。うん そうですね、まあ、まさにこの今のこの何でもびっくりさんの思いと一緒で、私、このためにこう矢を一発放ったというところがあります、えーえー、やっぱりなんでできないんだろうなっていうあのこの、そんなに難しいもんじゃないんですよ、このアプリ自体も。なので、これは少し国なりが動けば、できる話なんですが、はい、結局もう、まあ、いいや、みんな若い子も使ってるし、乗っかっちゃっとくっていう、この安易な対応ですよね、これは政府の方にも私、問題あると思います。 うんこれ、やっぱり今のところ企業任せになってますけど、これだけインフラとして使うってことを考えると、何がしかのこう介入っていうのは必要になるじゃない介入だとまあその監督ですよね、監督それが必要で、やはり今回の報道のライン報道の私、一つ、まあ、あの効果だったかなというふうに。あの 専門家のことに評価していただいたのは、はい、ある意味、このプラットフォーマー、この LINE とか Yahoo さんとかって、こういうでかいプラットフォーマーを監視する機能っていうのを、今回初めてできたと、うん、もうかなりもう、われわれラジオとこう新聞とかよりも、大きなもう存在になってますよね、えー、ここ今、ま、今までは誰も監視してないような状況だったので、うんうん、ここへの監視っていうのを、これからも続けていこうと思っています、うんえー、たくさんのメール、ツイッターいただきました、どうもありがとうございました。